3種目目は平均台です。この種目もソビエトのユロドミラ・シリッチョから始まります。浮き腰の飛び上がりです。ぐらつきましたが大丈夫です。この姿勢でフルターンに入ります。足の線はピタッと決まります。160cm、51kg。前転2回です。前方宙返りで半分ひねりました。得点が 9.85 です。彼女の持ち点が 9.625、 優勝するにはちょっと足りないような点です。着地もピタリと決まりました。